FM Naha. Your radio station. 78.0 FM Naha.7月17日火曜日、ただいまの時刻は8時でございます。カルチャンプルな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送ライブでお送りしておりますモーニング那覇。本日火曜日のお相手は FEC タレントの、先週誕生日で24歳になったばかりの綿貫かなです。はい、これからの1時間どうぞお付き合いください。またこの番組はサポーターの恋するかっちゃんさんの応援をいただいております。ありがとうございます。さあ、夏ですね。イエーイイエーイ。ではまずですね、ちょっと話したいことがあって、誕生日だったんですけど、これとは全く関係ない話なんですけれども、今ラジオ局着きまして、その前に少し雨が降ってたんですよ。今はちょっと天気良くなってきて、雨ちょっと止んだのかなって感じなんですけど、あ、止んでますね。雨止んでます。ちょっと雨降ってたんですよ。で、私車内から傘出して刺してきたんですよ、局まで、ラジオ局まで刺してきて、で入り口来て傘畳もうとしたら、畳もうとした瞬間に傘がバキッと折れて、はーってなって、傘が壊れました。傘壊れました。おはようございます。イエーイ。あー、お気に入りの傘だったんですけどね、そろそろ買い替え時かなって感じですね。で、前もね、壊したわけじゃないんだけど、はい、新しいの買った、可愛いの買ったと思ったら、なんかどっかに置き忘れて傘なくなって、こいつだけがですね、唯一の傘だったんですよ、私の中で。まあ、家にはいっぱいあるんですけど、私の傘が少なくてから、だから新しい傘を買いに行きたいと思います。はい、というわけで、夏になってきたね。やだね、ほんと暑い、暑くない？やなんだけど。開口一番で嫌なんだけど、耐えるってね。さあ、ツイキャスの方でライチさん、シュートさん、オリトマンさん、アイミリキーさん、直樹先生、自転車の店タオさん、たけしさん、おはようございます。今日収録って言うんですけど、いやいやいや、モーニングの収録なわけないでしょうがって話なんですけど、いや、かなとかなでの叶えるラジオがですね、この後16時の収録なので、多分これのこと言ってますね。というわけで、今日のフリートークのテーマなんですけれども、昨日の夜ツイッターの方でつぶやきました。まあ誤字したんですけどね、夏といえば皆さん何を思い浮かべますかという話でございますよ。ちなみに私は、夏といえばゲームですね、かっこ一年中アハとか言ってたんですけれども、よくよく考えてみたらですね、私サマーウォーズ大好きと思って、前も言ったと思うんですよ、なんか映画とかの話でサマーウォーズがすごい好きみたいなね話をしてて、やっぱ夏になってくるとね、サマーウォーズが見たくなっちゃうんですよ。というわけでですね、なんかサマーウォーズの主題歌、曲持ってきたりとか、あと夏っぽい曲をね、かけようと思ったんですよ。したらなぜか私のフォルダの中に、2曲しか見つからなくて、皆さんは今日、なんか夏のおすすめソングとか、教えてほしいなって思うよ。イエーイ。さあ、夏といえばですね、シュートさん、夏といえば海や祭りが浮かびますねって。本当ですよね。いや、夏祭りも行きたいなとは思ってるんですけどね。いやね、人が苦手ってすごい言うとあれだけど、人がいっぱいいるところが苦手なんですよ。だからね、行きたいけどね、ちょっと考えるよね、本当ね。友達とみんなでワイワイしたいみたいなのはあったりするけれども。というわけで、あ、ライチさん、夏風邪なう、喉痛い、あら大丈夫ですか？ちょっと喉にネギ巻いてからね。というわけで、この番組ではリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp、 780@fmnaha.jp までお願いします。またですね、 FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからもお送りすることができます。この放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。
FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただくとトップページからお楽しみいただけるようになっていますので、そちらでもお楽しみくださいね。ということで、噛まないで言えたぜ。はい、というわけでというわけでっていうフレーズが好き。リクエスト、ゆずの夏色お願いします。ちょっと探してみましょうね、アイメリケイさん。というわけで、こんな感じで夏真っ盛りだねっていう話をねしていこうかと思います。今日はなんかちょっとキャラがブレブレなんですけれども、許してくださいね。さあ、じゃあ行きましょう。さっき言ってたサマーウォーズの主題歌でございます。山下達郎で、僕らの夏の夢です。どうぞお聴きください。 78.0 アネッタイラディオ FM ナパー。さあ、ただいまの時刻は8時8分になりましたよ。カルチャンプルな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でライブでお送りしておりますモーニング那覇。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けいたします。その前にたけしさんが曲中は静止画みたいに動かないんだねって言われました曲探してたんです。はい、というわけで、行きましょうか。イエイ、気象庁の気象庁って読んじゃった、間違えた、なんでもないです。本日17日は晴れ時々曇りでございます。東の風晴れ時々曇り、ところにより雨です。朝ですね、朝雨です。いや、あの那覇は雨だったさあ、波は2メートルです。降水確率です、失礼しました、降水確率です。6時から12時が 30% ですが、12時から18時、18時から24時ともに 10% に下がります。そうですね、もう雨の方はさっきも言いましたけど、雨はそこ止んだかなという感じですね。天気も良くなってきましたし、さっき何だったんだってちょっと思いましたけどさあ、那覇市の日中の最高気温ですが31度となっております。31だね、アイス食べたい。はい、というわけで、続きまして8時10分現在の道路交通状況いきたいと思います。まずはじめにですね、規制の方だけいきましょうかね。那覇市、宜野湾線251号線の上り、那覇市古島から那覇市安里1丁目が除草作業のために一車線規制となっております。そしてこちらもございます。那覇市、北中城線29号線、東行き、那覇市泊から那覇市安里1丁目まで除草作業のために一車線規制となっております。そして最後でございます、規制がね、那覇市糸満線82号線ですね、北行き、早原町荒川から那覇市、那覇インターチェンジが工事のため規制中となっております。これに伴い、そうですね、那覇インターチェンジ入り口から、義母交差点通りまして古島交差点に向かう道中が、渋滞になっているんではないかと思いますね。これに伴ってなのかは分かりませんが、渋滞はしております。はい、ニュース番組でさ、分からないって使うとちょっとダメだよねと思われます。はい、そして義母交差点から、鳥堀交差点まで、こちら短いんですが渋滞がございます。さあ、そしてちょっとこちらから離れまして、安里交差点ですね。安里交差点から、草原寺通りまして、泊交差点まで、こちら、短めではありますが安里交差点寄りの方がちょっと混雑していますね。やっぱり規制に伴ってでしょうかね、やったね。はい、というわけで、そして寄宮ですね、寄宮から、境町まで、境町から寄宮まで、こちら、寄宮方面、寄宮寄りが、混んでおります。言いにくいね。というわけで、そしてあと最後ですね、おろくから柿の花まで長めの渋滞がございます。さあ、規制が少し多いなと思いましたね。草をね、除草してるからね、しょうがないかなと思いますけれども。さあ、続きまして沖縄道でございます。沖縄道はですね、行きましょう。下り、那覇、失礼しました、沖縄南インターチェンジ
から沖縄北インターチェンジが故障車のためにですね50キロ規制となっております。珍しい状態ですね。まあ故障車と故障車で挟まれてるというか、まあそんな感じでしょう。まあとりあえず、沖縄道の、南沖縄南インターチェンジから沖縄北インターチェンジの下りが、50キロ規制となっております。さあ、そして、まあそれですね。はい、以上です。以上今日のお天気と8時10分現在の道路交通状況をお届けしました。さあ、はい、曲に行きますよ。みんな大好き曲に行きます。私が唯一探せた、なんて言ったらいいんだ、探せた、夏の曲でございます。ミワで、なんだっけ名前忘れた。ちょっと待って、思い出すからちょっと待って。じゃあ思い出せないから違う曲いきます。夏っぽいかどうかはちょっと微妙なんですけれども、あの PV がすごい可愛くて、こう、あ、夏に見たくなるというか、暑い時期に見たいなみたいな、ちょっと燃えたぎるなみたいな、そういうのです。以前流したんですけれども、フレデリックでオンリーワンダーです。すごいいい曲なのでね、なんか活力になるのでぜひ聴いていただければと思います。じゃあフレデリックでオンリーワンダーです。どうぞお聴きください。ただいまの時刻は8時17分を回りました。これからの時間は沖縄タイムス、琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えします。まずはじめに沖縄タイムスの総合面よりお読みいたします。サンゴ産卵解明に一歩。国立沖縄工業高等専門学校の平教授の研究室がこのほどサンゴの一斉産卵にドーパミンやアドレナリンなどの神経伝達物質が影響していることを確認しました。サンゴの神経伝達物質の検出方法を初めて確立。謎が多い一斉産卵の要因解明や産卵時期の予測につながる可能性があるといいます。続きまして、沖縄タイムスの、芸能エンタメ面よりお読みいたします。タンゴダンサー本格ショー披露。ヨーロッパを中心にツアーを行うタンゴダンサーアルバロ&フリエッタが がのタンゴショーが20日から22日午後8時那覇市のペーニャーマン会で開かれます。本格的なアルゼンチンタンゴを披露します。料金は事前の電話予約で2,000円、当日は2,300円となります。お問い合わせはペーニャーマン会電話 098-862-6055 まで。続きまして、琉球新報の経済の面よりお読みいたします。 SN 映えのイベント開催。ロワジホテル那覇は25日からサンセットテラスパピオンでシャンパンも楽しめるナイトプールイベント、ロワジールプールサイドクラブ with モエシャンドンを始めます。光る貝殻や白鳥のフロートもあり、 SNS に映える撮影スポット満載のイベントとなっています。イベントは25日から27日、8月の1日から3日、9日から11日、15日から17日、23日から25日、31日の午後5時半から11時までです。ラストオーダーは食事が9時半、ドリンクは10時半、大人は4,800円で、オードブルとモエーシャンドンのミニボトル1本かソフトドリンクフリー、
子供は3000円でサイドビュッフェとソフトドリンクフリーとなっております。続きまして、琉球新報の市町村チラシマだより那覇よりお読みいたします。マチグア香るビール。那覇市でクラントビールを醸造する浮島ブルーイングの直送店、浮島ブルーイングタップルームが14日那覇市牧師の水上店舗2階にオープンしました。マチグア発のクラフトビールと県産の素材を生かした世界の料理が楽しめます。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお伝えしました。さあ、なんかちょっとマイクね、セミの音っぽい声が聞こえる。さあ、というわけで、時刻は8時21分でございます。さあ、あ、かっちゃんさん来た、かっちゃんさん来た、待ってましたよ。さあ、ツイキャスの話です。さあ、夏といえば皆さん何を思い浮かべますかって感じですけど、なんか地域によって多分少し変わってくるとは思うんですけれども、さっきですね、どこだったかな、あ、仙人さん、夏はやっぱり柿の花ヒージャーってものかな、日川でヒージャーって言ってますけれども、なんだそれはってちょっと思ったんですよ。沖縄の人は知ってるのかな、私は全然知らないんですよごめんねでもなんかね、結構調べたらいろいろ、あの、ね、全国なんていうの、名水百選に選ばれた沖縄観光って、へーと思って、へー、全国名水百選に選ばれた柿の花ヒージャーは、南城市、玉城ってものかな、玉城の高台にあります。ここから眺める景色はとても綺麗ですっつって、周辺には、なんていうの、水田が広がり、のどかな感じがします。いいっすね、面白そう。お、夏といえばこれが出てくるんだと思って、すごいな。那覇祭りとか言われたら、おお、もう私も知ってるぜってなったけどね、知らないこといっぱいあるなってちょっと思いました。ありがとうございます、面白そうですね。そして皆様がですね、あの、誕生日おめでとうございますと言ってくださっていますので、ちょっと触れたいと思いますよ。自転車の店タオさん、カーナ24歳の誕生日おめでとう、ありがとうございます。ライチさん、誕生日おめでとうございます、ハートハート、ありがとうございます、ハートハート。タキシーさん、おはようございます、お誕生日おめでとうございました、ありがとうございました、ん、ありがとうございます。ライチさん、24歳になったのね、早いねって、ちゃんと手も洗って、濡れた手は紙で拭かないでよ、わら、やったことないし濡れた手は紙で拭かないでよってどういうこと、拭くとかだったらわかるけど、紙でなんか、あ、でもたまにいるよね、これ拭いてるっていうよりは髪の毛整えてるだけだからさ拭いてるわけじゃないからね、ハンカチないやみたいな、あ、でも髪の毛あるわとかそういうのじゃないから、そこ勘違いしてもらって、しないでもらっていいですか、間違えた。さあ、直樹先生、お誕生日おめっと、24といえばクリスマスケーキがあれ売れる日だね、ほんとほんとウケる。さあ、エメリケさん、この1年が素敵で傘が壊れない1年になりますように、はい、頑張りますさあ、直樹先生、夏といえば、なんだっけ、湘南の江ノ島海岸で名物しらす丼を食べるんだね、食べるんだね、食べるんですか直樹先生、いろんなことをしてますよね、すごいね。しらす丼ってパッて出てこないもん、私。しらす丼とかあるんだね、名物しらす丼あるんだ、へえ、面白い。もう湘南って言ったら、私、湘南の風しか出て、ああ、湘南の風もあったな、夏っぽい曲。思考が停止してた。でもね、やっぱいいですね。美味しそう。なんか、丼ってのがつくとさ、何でも美味しそうだよね。エビ天丼とか食べたい。全然関係ないやつだ。さあ、アミリキーさん、テーマ夏、自宅の隣が神社です。ほう。毎年、お盆の頃、2日間、盆踊りが開催されます。福引きでテレビが当たったりしても、して夜までうるさいですが、近いので、適度に自宅で休憩もできます。いいですね。あ、やっぱ祭りとかお盆だからね。そう、いいね。
でも隣が神社っていうのも大変だけど、今のそのアイメリキーさんが言ってた、近いので適度に自宅にで休憩もできるっていうのいいですね。やりたい。あ、でもな、あ、引っ越したくない。さあ、ライスさん、コーク水確率どういうこと、確率どういうこと、わからん。コーク水って言うとあれか、コカコーラクリアかな、わからん。さあ、あ、タオさんですね、さっきの柿の花ヒージャーの話です。テレビの心旅で、日野さんが言ってましたねっつってますね。いいっすね。なんかいいね、こういうさ、リスナー同士で絡むっていうの私個人的にすごい好きなのよ。みんな仲いいなと思ってて、あ、入れてってたまに思うけど。さあ、ライチさん、夏といえばビーパー、今年やっけーなってるって。今年のビーパーと、モアイの進化のビーバー、日程時間丸かぶり。綿貫さん、代わりに一箇所行っていいよ。私ビーパー苦手なんだよな。だってさ、外が嫌いじゃない。もうさ、日傘さしてできるの。日傘さして、なんじゃ、さん、まあ、サングラスはみんなするじゃん。で、まあ、テントの中に入りたい。なんかでもさ、男性とかがさ、仕切ってやってくれたりするとさ、ちょっと好感度上がるよねっていう話はある。でも大変だねみたいな思ったりするよ。私なんかはさ、後片付けが大変だからさ、だったら店内でさ、焼肉してさ、お金払って帰りたいなってちょっと思うんだけどね。見るからにインド派発言しましたけど。でもいいね、面白い。でも大変だね、この会社のビーパーとさ、モアイのビーパーが被るってさ、被って、ね、そんなに被せなくてよくねみたいな、ずらしてみたいな思うよね。でもなんかビーパーの次の日にビーパーっていうのも結構大変だと思うから。まあまあ、どっちを取るか、どっちを取るか、ちなみに私はどっちに行くのか、行かないけどね、どっちも。よろしくお願いします。あ、わーい、こんにちは。すごい、 手振ってくれました、ありがとうございます。いやー、いいですね、ありがとうございます。私のために左手の筋力を使ってくれましたよ、ありがとうございます。さあ、直樹先生、夏といえば、東京サマーランドの流れるプールで浮き輪でプカプカ。サマーランド懐かしい、聞くの。プール行きたいな、痩せないといけないけどね。プカプカ浮かぶ直樹先生を想像するよね。かわいいさ。さあ、待って、かな、おはよう、おはちです。かっちゃんさん、さあ、ちょっといけないな、後半で触れましょうね。他の皆さんも後半で触れます。かっちゃんさんのこの天気予報、恋愛運なら占いは後半の、オープニングトークで流したいと思います。というわけで、そろそろモーニング那覇の前半終了のお時間となります。モーニング那覇、引き続き8時30分からの後半もお付き合いください。で、この後はみんな大好きうちのナウでございます。ではまた後ほど。ベンビーとサルガカメトロのウチナーグチナウ。さあ、今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。バスレーン、バスレーンとは、朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバス・タクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないと、うっかり交通違反をしてしまうから、気をつけてね。はーい、バスレーン検問してます。一般車通りませんよ。はいはいはい、あれ、一般車どころか普通の人間が走ってる。おい、君歩道を走りなさい。え、バスレーンでしょ。君バスじゃないだろうが。いやいや、とりあえず整理券取って。整理券ってこれガムやし。あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん。何よ、90って書いてあるでしょ、90番。これ T シャツのプリントやし。うるさいな、僕の鼻押してごらん。はいはいはい、ポチッと。ピンポーン、次止まります。君バスじゃないか。おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。これがステーキだ。食の王様、ステーキハウスエルシャダイあけぼの店。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る、南の雪氷。牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。
那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。改めまして、 FM の覇をお聞きの皆さん、おはようございます。7月17日火曜日、ただいまの時刻は8時30分でございます。カルチャンプルな沖江通りにある FM の覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニングの覇。本日火曜日のお相手は、FEC タレントの、24歳なのに高校生とかとよく間違えられちゃって結構悲しい綿貫かなです。これからの後半30分、最後までお付き合いください。さあ、今日のフリートークのテーマは夏といえば何ですかという話なんですけれども、いろいろね、やっぱ祭りだとか、ビーチパーティーだとかって話をね聞いてたんですけれども、あくまで、インドア派のカーナーと言われたりしてました。タオさんにね。さあ、リクエストの曲ですね、かっちゃんさんねいただきまして、石川優子さん、チャゲさんの二人のアイランド、こっちちょっと探しますので、はい、ありがとう、早めにリクエストありがとうございます。わたねからとかっちゃんと二人のコインランドリーでもいいよ、嫌です。なんでコインランドリーって面白かったさ。コインランドリーの恋が恋愛のレンです。どうした、面白かったです。あーでもないです、浮気。さあ、かなさんはなんちゃって女子高生、違うし、ほんとさ、バイト先でさ、高校生なのにこんな時間にいていいのとか言われるんで、いや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 みたいな、いや私24だけどみたいな。22歳とか思われてるけど、かっちゃん何回もそれ言うじゃん。さあ、というわけでですね、まあ、こんな感じでですね、いろんなね皆さんからの、夏のテーマというか夏だなって思う話をですね、聞いていきたいなと思います。いやね、さっきはね、なんか家がさ、神社隣だからさみたいな話もね、面白かった。結構印象に残っております。というわけでですね、この番組ではリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお願いします。FM那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからもお送りすることができます。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただくとトップページからお楽しみいただけるようになっていますので、そちらでもお楽しみくださいね。後ほど YouTube に動画がアップされると思いますので、私の黒歴史が見たいぞという、ね、方はですね、挙手をして YouTube にタップして YouTube の動画を、タップして動画を見ていただければと思います。そしてグッドボタンを押したらいいと思います。というわけで、さっき言いました、かっちゃんさんの、天気予報&恋愛占いです。兵庫県は晴れのち曇り、今日のあなた異性の見たくない面まで知ることになりそう。異性にかける期待と、幻滅の板挟みになり途方に暮れることもあるでしょう。恋愛運自体は荒れ気味なので慎重な言動を心がけることがいいでしょう。最高気温34度、最低気温27度。今日もカナのモーニングナハに激アツだぜ。カナお誕生日おめでとう、ありがとうございます。激アツいいですね。ちなみに今日の本当の天気は31度です。温度ですね。というわけで、先ほどですね、誰だったっけ、もうすぐ忘れちゃうんだよな私ほんとさ。アイメリキンさんからいただきましたゆずの、夏色、ありましたのでこちら流したいと思いますよ。というわけでいきましょうか。えいえい、おお、ゆずで夏色です。どうぞお聴きください。
78.0 亜熱帯ラジオ FM 那覇。ただいまの時刻は8時38分を回りました。カルチャンブルなお経通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。これからのお時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けいたします。さあまずはじめに本日の17日、ごめんなさい、本日17日の、天気ですが、晴れ時々曇りです。東の風晴れ時々曇りです。ところにより朝雨です。波は2メートルでございます。さあ、那覇の、天気ですが、雨がね、あの前半も言ったんですけれども、雨はすっかり止んでおります。ちょっともう暑そうですね。ジメジメみたいなのはしてるのかな。ちょっとね、あの外に出ないとちょっと私はわからないんですけれどもまたわからないって言っちゃった。ニュース番組なのに、もう1年半ぐらい経つんだよ私これ。あ、ごめん、2年経つの、わかんない、もういつからやってるのかもわからなくなっちゃった。さあ、降水確率でございます。6時から12時が 30% ですが、12時から18時、18時から24時が、10% に下がります。那覇市の日中の最高気温は、31度となっております。さあ続きましていきましょう。さあ続いて8時、39分現在の道路交通状況でございます。さあ規制がですね、あの草原地の方で、除草作業をしていた規制は解けました。やったね。さあというわけで、残す規制はただ一つ、那覇市、那覇糸満線82号線ですねの北行き、榛原町荒川から那覇市、那覇インターチェンジが工事のため規制中となっておりましたが、です、はい、でしたがじゃないです、はい、です。そのためにですね、荒川の方から義母交差点まで、長い渋滞がございます。はい、なんか急に黙っちゃった。さあ続いて、こちら行きましょう。安里交差点から草原寺通りまして、泊まり交差点に向かう道中、安里交差点寄りの方がこちら、短いではありますが渋滞しております。そして、泊まり交差点の方行きましょう。アジャ交差点から泊まり交差点に向かう道中、泊まり交差点寄りの方がこちら、混雑しております。さあそして、こちらは、そうですね、坪屋の方に行きましょう。坪屋から、小羽まで長めの渋滞がございます。そして、マダン橋から小羽倉も少し混んでおりますね。短めではありますが混んでおります。そして小羽倉から山下南の方まで混んでいて、渋滞がちょっとまた小羽倉に集中してきてるって感じですかね。そしてまあ変わらず小禄から柿の花は渋滞しております。長めですね。そして最後、梅間から、国場まで、こちらも短めではありますが渋滞しております。さあ続きまして沖縄道でございます。こちら変わらずですね、沖縄道の下り、沖縄南インターチェンジから沖縄北インターチェンジが故障車のために、50キロ規制となります。はい、というわけで、以上今日のお天気と8時30分違うな8時、40分でございます。30分現在の道路交通状況をお届けしました。さあここで1曲といきたいんですけれども、ちょっと時間がですね余ってるので、結構時間がね余裕があるので、ツイキャス触れたいと思います。どこだかどこ読んだとか忘れちゃった。もうどこ読んだのか、冷やし中華始めましたってアイメリキーさんが言ってるんですけど、始めたの、食べに行くよいいね。さあ、タオさん、自転車の店タオさん、夏といえばキャンプん、なんてキャンプツーリング、出たツーリング、食事代だけで日本中旅できる、ほう、時間あるけど金はない、学生時代の楽しみでした。わー、いいですね。今はね、あの大人になるとね、金はあるけど時間はないみたいなね、そういう状態ですよね。って前さ、あのダウンタウンのさ、松本さん、まっちゃんがさ
今欲しいもの何ですかって聞かれて、金はもうあるから時間かなって言ってたっていうのがちょっと面白かったので取り入れてみました。さあ金丸丼って言ってますけど、さっきのしらす丼の流れで言ってますね。これはちょっとあんまり美味しそうじゃない、結構泥臭い、あの 生臭い感じがします。さあさっきのですね、アイミルキーさん、隣が神社なんですよね。お家がお家の隣が神社なんですけど、初詣も楽です、毎年紅白合戦が終わるとお参りの列に並びます。いいですね、すぐ行けて。さあ、そして直樹先生、夏といえば、湘南の大磯ロングビーチに泊まるのが好き。ここのプールで、芸能人水泳大会のロケをしてたのかと思いつつ、直樹先生すごいですよね、フットワーク軽くないですか。どこまでも行っちゃいそうな感じするんですけどでもいいですね、いろいろ楽しそう。私いいですねしか言ってないんですけど、いいですねというわけで、いい感じに曲になりました、曲じゃない、いい感じの時間になりましたので、さっきはですね、かっちゃんさんのリクエスト、石川優子さんの、2人のアイランドです。いきましょう、はい、いきましょう、流します、どうぞお聴きください。ただいまの時刻は8時46分になりました。これからの時間は沖縄タイムス、琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えします。まずはじめに沖縄タイムスの総合面よりお読みいたします。サンゴ産卵、解明に一歩。国立沖縄工業高等専門学校の平教授の研究室がこのほど、サンゴの一斉産卵にドーパミンやアドレナリンなどの神経伝達物質が影響していることを確認しました。サンゴの神経伝出、失礼しました。サンゴの神経伝達物質の検出方法を初めて確立。謎が多い一斉産卵の要因解明や産卵時期の予測につながる可能性があるといいます。続きまして、沖縄タイムスの芸能エンタメ面よりお読みいたします。サンゴダンサー、失礼しました、タンゴダンサー本格ショー披露。ヨーロッパを中心にツアーを行うタンゴダンサーアルバロ&フリエッタのタンゴショーが20日から22日午後8時那覇市のペーニャーマン会で開かれます。本格的なアルゼンチンタンゴを披露します。料金は事前の電話予約で2000円、当日2300円となります。お問い合わせはペーニャーマン会電話 098-862-6055 まで。続きまして、琉球新報の経済の面よりお読みいたします。 SNS 映えのイベント開催、ロワジュールホテル那覇は25日からサンセットテラスパビオンでシャンパンも楽しめるナイトプールイベント、ロワジールプールサイドグラブ with モエシャンドを始めます。光る貝殻や白鳥のフロートもあり、 SNS に映える撮影スポット満載のイベントとなっています。イベントは25日から27日、8月の1日から3日、9日から11日、15日から17日、23日から25日、31日の午後5時半から11時、ラストオーダーは食事が9時半、ドリンクは10時半、大人は4800円でオードブルとモエーシャンドンのミニボトル1本かソフトドリンクフリー、子供は3000円でサイドビュッフェとソフトドリンクフリーです。続きまして、琉球新報の市町村チュラ島だより那覇よりお呼びいたします。マチグワ香るビール、那覇市でクラフトビールを醸造する浮島ブルーイングの直送店、浮島ブルーイングタップルームが14日那覇市牧師の水上店舗2階にオープンしました。
町ごわ発のクラフトビールと県産の素材を生かした世界の料理が楽しめます。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお伝えしました。さあ、個人的にちょっと面白かった言い間違いをしたりとかしたんですけれども、単語いいですね、単語も三語もいいですねさあ、というわけで、夏について、夏といえば皆さん何ですかってことで、ですね、さっきなんか豊島園の話が出てたんですけど、どこだったかな、豊島園のプールといえば、ハイドロポリスとか言ってたりするんですけど、私あの豊島園って行ったことあるのかな、後楽園は何回も行ってるんですけど、豊島園、なんで豊島園の話になったんだっけまあでもあの、ね、直樹先生が乗っかってたりしてて、いいな、豊島園行きたいなって思うんですけど、私ジェットコースター乗りたいなと思って、いいですね、はいさあ、そして、豊島園のジェットコースターのコークスクリューが好きって、でもコークスクリューはあの首が痛くなるのが良かったって、なんで M なのどうしてなんで、でもじゃ首が痛くなるのが良かったって、なんかそういい思い出みたいな、首にいいみたいな、そういう系なの。私はあのあれだね、後楽園のだったらなんだったかな、あのジェットコースターが2個ぐらい3個ぐらいあったんだけど、まあ、普通に一番大きいやつ、園内をこう回ってるジェットコースターと、あとなんか U の字になる、こうなんつんだろう、あのパイレーツみたいなやつ、 U みたいな感じでこうウィングウィンって前行って後ろ行って前行ってっていうやつ、あれがねすごい好きでね、7回連続で乗ったらね、あの気持ち悪くなったっていうのは思い出がありますよあとはあの舞姫っていうやつ、なんか今はどうなってるか分かんないけれども、舞姫はよく乗ってました。あとはね、あのジョイポリスとかすごい好きでしたよ。あのたまに東京帰るとね、ジョイポリス行くんですけど、楽しいよね。名前忘れちゃった、どこだっけ、フジテレビ近辺にあるやついいよね、今冷やし中華食べてるけどってかっちゃんさんが言ってますけど、冷やし中華食べたいな、夏といえばやっぱ冷やし中華だよね。あの風鈴の音がしてさ、その隣でさ、中華、あの冷やし中華始めましたって書いてあるやつ、あのね、今もうさ店なくなっちゃったんだけどさ、とあるお店のね冷やし中華がすっごい好きだったわけよ。あれ食べたいな、なんで食べれないのよ今ね、まあしょうがないんだけどね。さあ直樹先生、夏といえば米軍の、横田基地っていうのの感謝祭に行きます。ガムのように噛んでも飲み込めないし、全く味付けのないビーフステーキが名物、どういうこと全く味付けないビーフステーキってもう肉の塊やつさやだ、でも噛んでも噛んでも噛めない、本人と違うって言ってますけど、だからこういう慣れ合い大好き私、慣れ合いって言ったらなんか悪口みたいなけど、すごい私こういうの好きだよ、もっとやってみんなさあ、アミルキーさん、テーマ夏、私の住んでる町は7月に七夕祭り、8月には、なんていうの、港祭、大きな花火大会もいくつか開催されます。いいね、あ、お芋さん久しぶりに見た、生きてたんだ、よかった、最近見ないからさ、24歳になったから新聞読み上達したかと思ったけど、あんまり変わってへんな、あの変わらない良さみたいなのあるんで、そういうとこよろしくお願いします。お芋さん何してたんですか今まで、めちゃくちゃいないなって思ってたんですよ、あの白子さんとお芋さんがあのいないなってずっと思ってたんですよ。でも先週白子さんからあのメッセージが来て、ありがとうございますっていうものがあったんですけれども、お芋さん元気でしたか忙しかったのかな。サイミリキーさん、綿抜きかな始めました、私多分なんか4年前から綿抜きかな始めてるんであ、サイミリキーさんパイレーツ、そうありがとう、今後も誕生日だけは来るようにします、おかしいおかしい
ほかもさんっていうのかな、ほかもさんおはようございます。おはようございます、はじめまして。テーマ、かっちゃんのテーマ読んでないかもしれない、あごめんなさい。はい、ありがとうございます。さあかっちゃん、夏も言えば、かっこツイッターより、私が夏も言えばってあの誤字をしてしまったやつですね。かっちゃんはね、夏といえば、ジェットスキーやな、わらわらじゃない以上、ほう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 、ジェットスキー続けていきますね。テーマ、パート2、夏といえばかなとかなでとデートだな、テレ以上やけど、何か、いやしたことないし、したことないし、したことないからね、これね。あとは大丈夫かな。そう、なんかデートしてないのにデートしてる感じになってる。誕生日だけは来るようにするの、ちょっと何、特別な日みたいなね、ベルトアースオリジナル的なね。あ、時間がやばいですね。これから4年に一度来ますね、アイミルキさん。毎週来てるさ、ありがとう。変わらない良さ、スーパーポジティブですね。というわけで、はい、そろそろですね、モーニングの終了のお時間が近づいてまいりました。明日はですね、若菜さんがお送りしますので、そちらもお楽しみくださいね。ということで、また来週。はい、というわけで皆様気をつけていってらっしゃいませ。こんにちは。お疲れ、あいもさん、あいもさんって言っちゃった、もうやだ、おいもさん、ありがとうございますが、混ざっちゃった、もう混ざってるしね、混ざってるし、もうよくわかんないんだよね、もうほんとさ、なんだろうね、今日ものすごい噛むんだけど、いつも通りかな、これ、なんで、もうやだ、ウケる、先輩多分見てるのに、もうほんとやだ、あー、名前も噛むの、名前は噛まない、綿貫から、よし、噛まなかった。夏といえば隅田川の花火大会、ドーンといいですね。花火大会行きたいな、去年とか行ってなかった気がするな、なんかね、行こう詐欺して結局行かなかった気がするな、あでも行ったような気がするな、もう全然記憶ない、あ一昨年かな、一昨年行ったのかな、一昨年すごい好きでじゃない、すごい楽しくて行ったんですけど、やっぱさ夏祭りになってくるとさ、浴衣着たりとかしたいじゃん、浴衣と、でも私あの足でかいから下駄が入らないわけよ、で下駄入らないからあのサンダルで行くんだけど、ドンマイです、ありがとうございます。ほかもさんドンマイしてる、浴衣着るんって、おいもさん、うん着るよ、夏祭りとかだったら。スカイツリーから見下ろす隅田川花火大会もいいよって、いいですね、スカイツリーな、沖縄ないもんな、なんかツリー的なものないかな、沖縄にも何があるんだろう、高いやつ、そう、お芋さん着るんですよ、お芋さんは着ないけど、お芋さん浴衣着るんですよ私。下駄が入らない、本当にウケるよね、下駄欲しいのにさ、カランカラン言うのがやっぱさ、あの祭りの醍醐味じゃないですか、なぜ入らないみたいなね、普通にズリズリあのサンダルですよ。下駄入れたいな、なんとかできないかな、クリスマスツリーならある、まだないですね、だって夏だもん、夏といえばだもん、ないよ。ちょっとマイク上げます、おいしょ、まあね、おいしょおいしょ。さあ、なで方やから浴衣似合いそうやね、私なで方ですか、なんか普通じゃないですか、普通もっとなで方の人知ってるし。リュックがこう背負えない人がいる、リュック背負ってたらこうだんだん落ちてきて、こう何、肘っていうか、ここの腕の曲がるところでキャッチする人がいる、いやいや何言ってんの、男の子の浴衣着ないよ。着ないです、ジンベエね、ジンベエとかね、急に水飲む人、なんかね喉がねカスカスってする、カスがカスカスってなる。男の子の浴衣着ないでしょ、あ曲忘れてた、あー力士の着てる浴衣ね、あーおむさんが着るんだよねそれね、おむさんが着るやつだよねそれね、FM那覇夏祭りやらないの、やるのかな、どうなの、やるの、こういうのってやるのかな、よいしょ、いつ浴衣着てくれるん、わかんない。浴衣着てくるってちょっとめんどくさくない。いやなんかね、ラジオで着るかわかんないけど、あなんだったらもう奏と今度さ浴衣着てこようよっつって合わせてやるかもしんないけどさ、あ面白そうだな、それもあと30秒、うんあと30秒。まあというわけでですね、はい、いやもう知らん、写メ撮っていいけど撮ればいいけど、というわけで、あと10秒ぐらいでございます、
いいですね。お疲れ様でございました。本日もまた来週お会いしましょう。来週のトークテーマ何も決めてないけど、みんなバイバーイ。